はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日はね、用意することができませんでした武器を、はい、ちょっと武器がねないので、今回何をやっていこうかなと思ったんですけれども、近々ね戦利品ダービーというねオンライン大会が開催されることを皆さんご存知でしょうか。そうなんです。ここにねもう告知がされてるんですけれども、トーナメントまでのね、カウントダウンが、今の時点だと3日になっております。皆さんね、ご自身の端末で確認してください。で、予選がですね9月の6日からね、始まるみたいなんですよ。ちょっと詳しくねルールを見ていきましょうか。戦利品ダービータイム、予選が9月の6日から9月の15日のここ重要金土日曜日10時から翌朝の4時ということで、金土日のね開催になるみたいなんですよ。なので9月の6、7、8そして13、14、15ですね、この6日間予選の方がね行われるみたいです。でフレンジ予選を突破した後のまあ決勝戦みたいなもんですね。そちらが、9月の20から22の金土日、時間は全く同じとなっております。基本ルールなんですけど結構長いんで割愛しながらね読んでいこうと思います。大会マップではプレイヤーがランダムな装備で戦う特別トーナメントモードが採用されています。各マッチでは、戦利品ダービートーナメントトークンを1つ消費しますと、予選のマップは農場です。で、勝ってフレンジーに出場できる人は武器庫で戦うことになります。持ち出したサプライはダービーポイントに変換されます。ただしチームメイトのために持ち出したサプライは戻されることもポイントに変換されることもありません。なので、味方がしばかれてもね、味方の物資を持ち帰るのはやめましょう。全くもって無意味です。ルール、予選参加資格は、皆さんね持ってるみたいで、フレンジーのね、参加資格っていうのは予選5マッチで合計50万ポイントを獲得すればフレンジーに進出できます。まあこれね、僕あの前回やった時は1回でねあのクリアしちゃったので、そこまでね、ハードルは高くないかなと思います。はい、報酬なんですけど、予選とフレンジーをプレイしてダービーポイントを獲得し、トーナメントパスをアップグレードして報酬を獲得しよう。今のところね、まだトーナメントパスっていうのは出てません。でさらにですね、予選上位5マッチで獲得したポイントの合計によって順位が決定し、まあ、順位報酬も獲得できるみたいです。でフレンジーでも、全く同じですね、順位報酬がありますと。でフレンジーが終了すると、戦利品ダービーのランキング報酬をイベント画面で受け取れるようになるので、見受け取りの報酬はイベント終了時に全て消失しますから必ずね、受け取ってくださいとのことです。リーグ分隊のルール、フレンジーに進む資格を得たプレイヤーは9月の16日以降にリーグ分隊の作成または参加ができます。分隊は最大6人のプレイヤーで組むことができ、いずれのプレイヤーも1つのリーグ分隊にしか所属できません。もしプレイヤーがねリーグ分隊を離脱した場合、そのプレイヤーの参加によって生成されたリーグ分隊の結果は削除されますと。で9月18日以降、プレイヤーはリーグ分隊を離脱することはできませんと。リーグ分隊の国とキャプテンの国は同じである必要があります。で参加条件が、プレイヤーレベル8以上、そして参加報酬がですね、こちらはおなじみシーズンポイントで、左のですねこの記念金貨っていうのはよくわかりません。イベントアイテムって書いてますが、金の刻印が入った銀のメダル、戦利品ダービーで英雄的な活躍を見せた傭兵を称えるために使用されると。わけがわからない。まあでも、まあ、この辺をね使ってなんか交換するショップとかが出てくるのかもしれません。今のところはね、予選準決勝ともにあのランキング報酬とかは出てないんですけど、以前はねなんか安全コンテナだったかなんかエリートパスだったか、かなりねなんか魅力的な報酬が、まあ、上位の方になったらねもらえたはずですので、まあ、皆さんね、遊んでみてください。はい、ということでですね、今回はね、僕はあの戦利品ダービーをね、想定してちょっとね潜っていこうかなと思って、何をするかというと、やっぱ戦利品ダービーってねあのランダムな装備なんですよ。なので、ここはですね空作閣の、まあ、テレビ局に行って、でこのですねチケット装備を使ってやろうかなと。今回ね、アドバンストセットを使っていこうと思いますが、
まあ、ただ単にね、使うだけだったら、まあ、ランダム要素低めじゃないですか。まあ、結局ね、自分のさ、やりたい装備に、しちゃうので、3回目でね、出たものを使いたいと思います。じゃあ、まずは1回回します。これガチャです。はい。で、続いて2回目。この次に出た装備で僕はね、今回、戦っていこうと思う。これが真のガチャ。はい。M14 やってきた。まあ、M80 弾詰まってるから、まあ、戦えるっちゃ戦えるけど、いやー、まあ、できればね、僕、フルオート武器が良かったんですが、まあ、そうも言ってられませんよね。戦利品ダービーだとね、まあ、ここまで極端なね、ランダム性はないと思うんですよ。多分、まあ、フルオートはね、必ずもらえると思うんですけど、まあ、でもいいわ。今回ね、この M14 を使って、敵をね、ブチ、56していこうと思います。レッツゴー！はい、ということでですね、秒速2センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。みんなチケット装備か、これ。まあ、それはさすがに失礼か。まあ、でもチケット装備に来もなんかいそうですよね。左から2番目の方とかさ、なんかそうじゃない？これ多分。チケット装備でもね、多分普通のプレイヤーとマッチングしますから、一番右の人とかね、右から2番目の人も多分これ普通の装備でしょ。自前のやつでしょ。だからまあ、チケット装備って本当に罪だよな。チケット装備縛いた時さ、何も旨味ないからな。これは犯罪です。はい。皆さん絶対に真似しないように。風作だからってね、もうチケット装備で来るのやめてください。しょっぱすぎるんで。まあでも僕は使いますよ。まあ今回戦利品ダービーをね、想定してるから、まあこれはやむなしです。はい。ってことで、まずはちょっとね、整理するところから始めていきましょうか。どうしようかな。ちょっとこの辺さ、まあ、縛いといて、で、M80 弾こっちに入れて、あ、間違えた。こないだのやつさ、入れっぱできてるじゃねえか。最悪か、これ。味方が縛かれちゃってる。はぁ？マジっすか。まずいね。いきなりゲーミング。嘘だろって。おい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 。まずいまずい。そして2番さんが銃を保管しやがった。いやー、それ俺欲しかったよ。ちょ、待って待って待って。来てるか？あー、まず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 い。はいはいはい。はいはいはい。お前マジでやる。お前はマジでやる。オッケー！これこそ！ちょ、待って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 。3番さんをとりあえず確保してあげようか。はいはいはい。確保。これいけっか。ちょ、待ってくれ。俺のさやつさ、ハイエナしないでくれよ。頼むから。一旦君を助けてあげる。大丈夫。僕、最強だから。アメンじゃねえぞ。ここでマガジンリロールタイム挟んでおきましょうか。からの、投げ物がないから、マジでね、投げ物欲しいんですけど、ここはちょっとね、見に行きたいとも思いつつ、怖いですけどね、ちょっと行きましょうか。怖すぎる。覗いてるかな、敵は。いやー、だるすぎる。エイム置かれてたらね、マジで怖いんですが、来てねえな。これ、しばけるんじゃねえか。一回しばくか。はい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 。僕がやってます。はい、完全勝利。じゃあポケットまさぐりますよ。答えは聞いてない。はい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 。ありがとうございます。じゃあ一回ちょっと引きましょうか。なんまい。これだよ、これ。これだからやめられないぜ。チケット装備はよ。これもチケット装備でさ、人を縛った時が、いっちゃん性を感じるんだよな。じゃあどうしようかな。ちょっとこの辺こうしてやって、こうして。ほんで、どうしましょうか。まあ、一回鎮痛剤ガブ飲みタイムかましておこうか。うますぎた、さすがに。はい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 。じゃあちょっとこっちに変えましょうかね。半分未満か。まあ、とりあえず縛いておこうか。やばいな。来てるか。あー、待って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 。二番差しばかれた。マディか。やっちまったな。始まってる始まってる。俺たちのメンタルブレイクアウト、無事に始まってる。怖いよ、これは。二番差なんで行っちまったんだよ。来てるか、そっち側から。三番さん、大丈夫か。来るぞ、もう一回。ちょ、待って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 。ここしっかりとね、敵の動きを見つつ行きましょうか。2番さんは、多分ね、まだ拾われてないと思うんだ。一応2番さんの方にもピン打っといて、行きましょうか。あ、怖すぎ案件。大丈夫かよ、これ。ちょっとマジでやばい。手が震えてきた。まあ、でも今回全然震えてない。しゃがみスニーコでね、がっつり行っちゃうよ。もう目の前いるかな、これ。なんか、いっそう。怖ー。嫌ですね、これ、いますね、確実にね。
これちょっと、やっちゃってもいいっすか？答えは聞いてない。行くぞ！さあ、勇気を出して、突っ込みましょうか。もう目の前だな。あ、カチャっていう音聞こえたな。まずいまずいまずい。これ、犬は、うん、確実にね、その奥にいる。やるしかねえわ。行くぞ。はい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 。開けました。え、からの、ここも突撃。ここで、しっかりとかましていく。は？なんだそれ。マジかマジかマジか。嘘でしょ。あ、やばい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 。ここか？そこかな？あー！あー！やべー！はい、ということでね、セカンドシーズンやってまいりました。まさかのですね、デジャブということで、またね、死なないように気をつけていきましょう。で、今回のね、武器は、MP、なんだっけこれ、133。意味のわからない武器になってしまいました。はい。で、スラック弾がね、詰まってるようですが、勝てる気がしない。まあ、戦利品ダービーでは、ま、さすがにね、この MP133 回になることはないかもしれませんが、まあ、でも練習がてらね、やっておきましょう。まあ、これ練習とか言ってね、まあ、本番だから実質。うん。練習なんてものはないわけよ。このメンタルブレイクアウトには。あ、めんどくさいな、あいつやっとくか。これ、うわ。え、ついんよ。え、マジか。ワンパンゲーミング。は？おい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 。MP133 って、こんな強いんか。いかつい。貫通すれば、やるじゃないか、君。おい、ちょっと待ってくれよ。舐めてたぜ、それはさすがに。おい、ちょい、待て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 。じゃあこれさ、8型バックショット弾じゃなくて、AP 弾詰めてやりて。鉄鋼スラック弾、やば。おい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 。強すぎんか。これだったらまあ封鎖区でもまあ使えるわな。こんだけやってくれるんだったら。いいですね。これちょっと舐めてたわ、さすがに。舐めすぎ案件だったかも。大丈夫か？そっちは上か。怖い怖い怖い。足音も怖すぎゲーミング。とりあえずちょっといろいろね、抜くもん抜いときましょうか。はい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 。しっかりと弾抜きだけはね、行っていくんで。あー、めちゃめちゃうまい。M855 弾がうますぎ案件。さらに君の物資もいただくよ。はい。BPZ 弾もいただきます。そして、ハンターリグは欲しい。普通に。ちょっと待って。ハンターリグ欲しすぎる。とりあえずハンターリグはですね、ロールアッピング案件ですね、これね。一回ちょっとロールアップしてあげて、で、こっちも取りに行きましょうか。あ、待って待って待って。いるわ。マジか、いるわ。めんどくさ。いや、あいつだりな。一回さ、あいつが来たらめんどくさいんで、とりあえずここ閉めてやって、敵を見つけたら言うとこっか。ここにいるぞ。やめろやめろ。やばいやばい、来た来た来た。やばい、びっくりした。味方かよ。あ、いっす。それはナイスすぎ。あ、やってんね。オッケー。マジで今ビビったわ、本当に。敵が詰めてきたかと思ったじゃねえか。ビビらせんなよ、本当。さあ、BPZ 弾、引っこ抜きタイム、からの、さらにね、セカンド、サードと続いていきますぜ。上、うるさすぎ。僕の声なんてもうこれ全く聞こえないでしょうね。本当に。なんだこれ。花火か。さあ、そして M855 弾もきっちりとね、抜いていきましょう。じゃあちょっとね、上の方参ります。味方がね、ちょっと展開してくれてるんで、僕もね、ちょっと続いていきたいと思う。んで、どうするかっつうと、あ、もうこれハンターリグはいけねえな。オープニングできませんな。まあ、これこうしてこうして、まあ、ハンターリグこっちに詰めて、やりましょうか。プレイヤー芝来てえな。いや、この武器でさ、芝けたら、めちゃめちゃ脳汁出ると思うんだよな。本当に。で、PPP 選手権やってたから、いや、ワンチャンいるぞ。4番さん前。気をつけよっか。ちょっと足音出しちゃった。大丈夫か。いや、怖いっすね。事務局。行きましょうか。あー、まじ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 。行った行った行った。あ、2番さん行った。あ、行ったわ。いるな。ちょ、待って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 。まーじで怖い。4番さん大丈夫っすかそれ。どこにいるんですか敵。なんかそっち臭いけどな。わからん。は？この音はよくわからないんで、まあ、とりあえず無視で。あいつ何？は？またスイスカちゃんだろ。そのスカちゃん邪魔すぎない。ちょ、やっと、おくれ。あ、まじまじまじ。え、まじまじまじ。あ、ばい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 。来たかもしんない。やばい。やばいやばい。人がいたかも。今一瞬見えた気がする。怖すぎる、怖すぎる。ちょ、とりあえずここで、しっかりね、リロードしてあげて、で、さらに包帯、ミャキミャキタイム。
からの、ちょっとね、回復も巻かないといけません。あ、いっす。僕が見たやつは敵だったんかな。なんかそんな気するわ。てか待って。ボスに縛かれた気もしない、これ。味方ボスに縛かれたんじゃないの？え、ボスに縛かれた臭くねえか、これ。ちょ、待って。え、そこにいるのか？え、見えないけどな、僕は。ちょ、わからん。ボスはこれ誰が縛いたんでしょうね。あ、いた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 。はい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 。入ってきましたね、あそこ。開けただけか、あれ。よう分かりませんな。いや、ちょっと待って。その辺のボスもさ、誰が縛いたんでしょうね。このボス縛いたの多分さ、生きてる味方じゃないから、とりあえず、一旦、もらっとくわ。こいつ縛いて、こうして G18C もらって、で、この MP133 は、もう縛きましょう。これ、いりません。で、あとはこうして、こうして、こいつはもう縛くでしょう。確定して、で、リグもらっときましょうか。で、トークンもある。忙しい、忙しい、忙しい。マジで忙しい。やばい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 。ははは、は来てるか？大丈夫か？怖い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 。ちょ、やめてくれよ。ちょっとまだ欲しいんだ。やばい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 。ははは、は、びっくりした。やばい、全然当たんね。マジかよ。おれちょ、やばいやばいやばい。あっぷね、焦った、ほんとに。漁ってる最中に、それはやめな。ちょっととりあえず、まあ、なんかその辺にいるっていう話なんですけど、それは本当なんでしょうかね。ちょ、マジでわかんねえ。この G18C は AP 弾でしょうか。あ、なるほどね。あ、こっちも AP 弾か。じゃあ、MP5 使ってやってもいいかな、これ。やっちゃうか。行きましょうか。ちょっと縛きに。アタックアタック。俺もかましたいよ、それ。いけるぞ、俺は全然。行こうか。とりあえず、あそこにですね、スタンを投げておきたい。一旦な。スタンを投げてやって、これで索敵してから、ああおいマジか。そこ開けてそこでさ、リーンかますのか。なるほどね。新しいパターンだ。うん。まあ、こうやってもうパターンをですね、覚えていくしかないんですよ、結局ね。味方のアタックにね、熱くさせられたわ。いや、マジか。ああ、まあ、頭ですよね。はい。ドンマイ GG。